エベソ5章22節から33節。エベソ5章22절부터33절까지입니다。キリストがすべてを捧げて愛された教会というタイトルです。キリストが모든것을드려사랑한교회라는タイトルを말씀합니다。今日も私たちは、오늘도우리들은、先週に続いて、지난주에이어서、教会についてのメッセージを受けます。교회에대한말씀을함께나누겠습니다。今日の聖書箇所は、오늘말씀은、このエベソの中でも、特に人によく知られている内容であると思いますね。エベソ가운데서도사람들에게많이알려져있는부분들입니다。もう夫婦のことについて教える内容であって、夫婦에대해서가르치는내용이며、結婚式の時は必ず読まれる聖書です。결혼식에는반드시읽혀지는부분입니다。しかし今日私たちが、하지만오늘우리가、夫婦についてよりもですね、今日はこのところから教会について学びたいんです。夫婦에대해서기보다여기에 이말씀을통해서교회에대해서함께나누겠습니다。今日読んだ聖書を見れば、오늘읽은성경을본다면、夫婦がどうあるべきであるのかということを教えています。夫婦が어떻게해야되나라는것을가르치고있습니다。しかしその前に、하지만그전에、夫婦がどうあるべきかの前に、夫婦が어떻게해야되나하는그전에キリストと教会との関係を教えているんですね。キリストは教会에대해서말한다고말씀하십니다。キリストと教会がどういう関係であるのかということを学ぶことによって夫婦がどうあるべきかを学ぶということなんです。キリストは教会が어떻게해야되냐라는것을배우고난후에부부가어떻게해야되는것을배우게됩니다。だからこの聖書箇所はですね、그렇게이성경부분은夫婦について学ぶことができると同時に教会について学ぶとても大事な箇所になります。夫婦에대해서배움과동시에교회에대해서배울수있는중요한부분입니다。教会が何かについて学ぶときにそこから正しい夫婦像というものが生まれてくるということです。교회가무엇인가라는것을배울때바른그부부상에대해서도알게됩니다。今日はここから教会についてメッセージを受けます。함께교회에대해서말씀나누겠습니다。私たちはさらに教会について知らなければならないと思います。우리는더욱교회에대해서알아야됩니다。教会がどれだけ偉大な場所であって、교회가얼마나위대한장소이며、また私たち一人一人にとってどれだけ大切な場所であるのかということを私たちはいつも学んでいかなければならないと思います。그리고우리에게있어서얼마나중요한곳인가를다시금배워야됩니다。どうして人々は教会を大切にしないでしょうか。왜사람들은교회를중요시하지않습니까。どうして教会が、왜교회가、一番ではなくて、제일이아니라2번째3번째4번째になってしまうんです。두번째세번째네번째가됩니까。それは그것은私たちが教会に与えられている大切な真理について知らないからですね。우리가교회에대해교회허락된그중요한진리를깨닫지못하기때문입니다。教会がどれだけ偉大な場所であって、교회가얼마나위대한곳이며、私たちにとってどれだけ大切な場所であるのかという真理を知らないから。우리에게서얼마나중요한장소인지를깨닫지못하기때문입니다。またある人は、또한어떤사람은、教会の交わりに加わることを嫌います。교회교제에함께하는것을싫어합니다。もう家で一人で礼拝をしたいということですよね。집에서그냥혼자예배드리기를원합니다。もちろん今の時代はコンピューターを開けば、もうどこからでも礼拝のその中継が流れてきて、一人で家で礼拝することができますね。물론지금의시대는집에서인터넷을펼치고어디어느교회에서든지함께예배드릴수있습니다。だからわざわざ教会に行かなくても。그래서일부러교회가지않아도もう教会の中にある複雑な人間関係を我慢しながら礼拝するんじゃなくて교회안에있는복잡한인간관계에인내하면서예배드리는것이아니라もう家にいて一人で静かに礼拝した方がいいということですよね。집에서조용하게그냥예배드리는게좋다라는말사람도있습니다。理解できます。이해할수있습니다。しかしどうしてそのようなことが起こる하지만어찌하여그러한일이일어나는가それは教会を知らないから그것은교회에대해서알지못하기때문입니다。教会の偉大さ교회의위대함教会の大切さ교회의중요성教会に対して与えられている神様からの特別な真理というものを知らないからです。교회에허락된하나님께서허락하신그비밀을알지못하기때문입니다。わざわざ教会に行く必要はないと考えてしまう理由は教会を知らないからだ。교회에가지않아도된다라고생각하는그이유는교회를알지못하기때문입니다。今日で教会について3回目のメッセージになります。오늘로교회에대해서세번째메시지입니다。YouTube に載せてあるんでぜひ繰り返して聞いていただきたい内容です。 YouTube에올려져있습니다。여러분꼭반복하셔서들어주시기바랍니다。私たちがさらに우리가더욱教会について深く知って교회에대해서더깊게알고教会に与えられている大切な真理が何かについて目が開かれて교회에대해서허락된그비밀이무엇인가에대해서깊게눈이열리기를
教会に持っておられる神様の計画が全てなされることのために교회에대한하나님의그모든계획들이온전히이루어지기위해서私たちがさらに教会を愛することができる器として変えられることを우리가더교회를사랑하는그릇으로변화되어나아가기원합니다教会を愛する我らとなります교회를사랑하는우리들이되기바랍니다교会を大切にする我らとなります교회를중요시하기는우리들이되기바랍니다誰よりも早く教会に来て누구보다빨리교회에와서誰よりも熱心に主を礼拝する信仰者へと変えられていく누구보다열심으로주님을예배하는믿음의사람의모습으로변화되기원합니다これがこの教会に対して語られるメッセージから与えられる恵みであります。대한메시지로부터허락되는은혜입니다。今日の聖書の22から24절부터24절다시한번보겠습니다。22から24。22절부터24절입니다。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように夫は妻の頭であるからです。教会はキリストに従うように妻も全てのことにおいて夫に従うべきです。아내들이여자기남편에게복종하기를주께하되나라이는남편이아내의머리됨이그리스도께서교회의머리됨과같으니니그가바로몸의구주시니라그러므로교회가그리스도에게하듯아내들도범사에자기남편에게복종할지니라はい、まず第一番目に今日私たちが学ぶことは、먼저첫번째우리가배울수있는것은キリストが教会の頭である。교회가그리스도가교회의머리됩니다。そして教会がこのキリスト頭であるキリストにつながる体であるということです。그리고교회가바로머리와연결돼몸에교회가예수님이바로몸의구주다라는것입니다。キリストが頭であって、그리스도가교회의머리되시면、教会はその体だという。교회가바로주님의몸의몸이된것입니다。すなわち、바로キリストと教会はつながっているもの。그리스도와교회그리스도와교회는연결되어있습니다。頭は体とつながっていなければ。머리는몸과연결되어있지않으면안됩니다。体も頭とつながっていなければ。몸또한머리와연결되어있어야。つながらなければ一つの体になる。연결되지못한다면한몸이될수없습니다。キリストと教会はつながっている一つの体である。그리스도와교회는한몸으로이끌어진연결된한몸이라는것입니다。キリストと教会は離れることできません。그리스도와교회는떨어질수없습니다。もし教会がキリストから離れてしまうならば。만약교회가그리스도에게서멀어진다면。その場所をもう教会と呼ぶことできないということ。거기는교회라고부를수없습니다。教会はいつもキリストと一つにならなきゃならない場所です。교회는언제나그리스도와하나되어야되는곳입니다。마태복음16장18절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 입니다。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。アメン。と、내가내게이르노니、너는ペテロラ。내가이반석위에내교회를세우리니、음부의권세가이기지못하리라。アメン。はい、イエス様語ります。イエス様が말씀하십니다。私の教会を建てます。내교회를세우리니。教会は他の誰かのものではなくてイエス様のものです。다른누군가의것이아니라예수님의교회입니다。牧師のものではないです。목사의것이아닙니다。教会は교회는イエス様のもの。예수님의교회입니다。もしイエス様が만약예수님께서中島という牧師がこのラブジュピーチャーチから離れかならないということなら私はそれに従順しなきゃならない。中島목사는이교회에서떠나라한다면나는그말씀에순종해야됩니다。私を通してこのラブジュピーチャーチができたんですけど。저를인해서이교회가しかしこの教会は私が主人ではなくてイエス様である。하지만이교회는내가주인이아니라예수님이주인이십니다。イエス様がもう離れなさいと言うなら私は離れるし。예수님께서떠나라한다면저는떠날수밖에없습니다。私のものじゃないです。내것이아닙니다。教会はイエス様。교회는예수님의것입니다。イエス様の教会。예수님의교회입니다。イエス様によって。예수님의教会が立て上げられる。교회가세워지는것입니다。そしてイエス様によって。또한교회예수님의의해서。人々が集められる。사람들이모이는것입니다。ここにいる皆様は。여기계신여러분들은。イエス様の主権の中でこの場所に導かれる。예수님의주권가운데이곳에모여졌습니다。偶然に来たのではなくて。우연하게모인것이아니라ただ来たいから来たんじゃなくて그냥오고싶어서온것이아니라イエス様が導いてくれた예수님께서인도하셨기에오셨습니다そうでなければ教会に来ることができない그렇지않는다면교회올수없습니다私たちの感情私たちの考えの中で教会に来ることができない우리들의생각감정으로교회오는것이아닙니다その背後にはいつもイエス様の導きがあるという그배후에는언제나예수님의인도하심이있다는것입니다今日の聖書の오늘말씀에베소に戻るならばエベソへ돌아간다면キリストは教会の頭である그리스도는교회의머리입니다
キリストが教会の頭である。キリストが教会の머리입니다。そして教会はキリストの体である。단교회는그리스도의몸이됩니다。その意味は、그의미는体である教会は頭であるキリストに無条件で従わなきゃならないという。몸인교회가머리대신예수님에게무조건적으로복종해야된다는것입니다。私たち人間の体は頭に従うんです。우리들의이몸은머리에순종합니다。頭が命令する通りに体が動くわけです。머리가명령하듯이몸이움직입니다。頭が歩けという命令を出すならば私たち体が歩き出すわけです。머리가걸어라하는그명령과함께몸이걷습니다。体は몸은頭に対して 100% 従順です。머리에대해서 100% 복종합니다。それと同じように그것과동일하게体である教会は無条件で頭であるイエス様に従わなきゃならない。몸인교회가머리대신예수님께무조건적으로순종하고나아가야됩니다。すなわち바로イエス様の語られるお言葉、예수님께서하시는말씀、この聖書のお言葉です。이성경말씀입니다。この聖書のお言葉に教会は無条件で従順でなければならない。이말씀에무조건적으로순종하고나아가야됩니다。御言葉こそが말씀이야말로教会が行われていくためのすべての基準です。교회가행해져야될모든기준이됩니다。御言葉から離れるならば、말씀에서멀어진다면、この集まりをもう教会と呼ぶことはできない。이모임은더이상교회라고말할수없습니다。だから私たちは、그렇게우리는教会は、교회는徹底して御言葉を学ばなければならない。철저하게말씀을배워야됩니다。教会は、교회는御言葉をもっと学ばなきゃ。말씀을더배워야됩니다。なぜならば、キリストの体である教会は、キリストの몸인교회가、この頭であるキリストの御言葉に従って歩まなきゃならない。머리대신예수님의그말씀에순종해야되기때문에。どうしてこの御言葉を知らないのに従うことができますか。어떻게말씀을알지못하는데순종할수있겠습니까。教会が、교회가、キリストの御言葉に従って歩むときに、キリストの그말씀에순종하고나아갈때、教会が教会として正しく歩むことができる。교회는교회로서바르게나아갈수있습니다。だから教会は、그렇게교회는、もっと御言葉を学んで、더말씀을배워야もっと御言葉を読んで、그리고말씀을읽고、そして、그리고この聖書の御言葉によって、이성경말씀에의해서、教会が一つになるということ、교회가하나가되는것입니다。一つの体になる、하나의몸이되는것입니다。この世的な価値が、이세상의가치가、この世的な基準によって教会の歩みが決定されるのではない。이세상의생각삶으로교회가결정되어지는것이아닙니다。教会はキリストのもの、교회는그리스도의것입니다。キリスト主導であります。그리스도가주도입니다。だから私たちは、그렇게우리가、教会に来なきゃならない。교회에와야됩니다。教会に来なきゃならない。교회에와야됩니다。教会に来て、교회에와서、教会に立てられている牧師先生が語られるメッセージを通して教会が一つにならなきゃならない。목사님을통해서선포되는그말씀으로교회가하나가되는것입니다。教会で語られるこの聖書のお言葉によって私たちが心を一つにしなきゃならない。교회에서선포되는그말씀으로인해서우리모두가마음을하나로합하여야됩니다。私たちがそれぞれの場所で個人的にただキリストのことを知るということではなくて、우리가각자의자리에서개인적으로그리스도를아는것이아니라、私たちは共に知っていく必要がある。우리가함께알고나아가야되는것입니니다。教会は体であるんです。교회는몸입니다。ここにいる私たちはキリストの体なんです。이자리에있는우리모두는그리스도의몸이됩니다。体であるとは私たちは一つであるということ。몸이라는것은바로우리가하나라는것입니다。私たちそれぞれ違うんですけど、우리가각자다르지만、違う人生を生きているんです。다른삶을살고있지만、違う背景の中で生きているんですけど、다른배경을가지고살고있지만、違う言葉を持って生きているんですけど、다른언어를가지고살고있지만、しかし今日ここに集められた私たちはキリストの体という一つの体であるということ。하지만여기모인우리들은그리스도의몸인한몸이라는것입니다。ある人は目で、어떤사람은눈이며、ある人は鼻で、어떤사람은코ある人は手で足で、어떤사람은손이며발이며、ここにいる私たちはキリストにつながっている各器官であるということ。이자리에있는우리모두는각기관이라는것입니다。体から離れてしまっている期間というものはありえないわけです。몸에서멀어진기간은없습니다。体につながってこそ手という役割を果たすことです。몸에서붙어있을때손이라는그역할을하게됩니다。体につながっているからそう鼻であって口であるんです。몸에붙어있기에코이며입이됩니다。体はここに活動することができない。몸은각자로활동을할수없습니다。教会は、교회는、共に活動する。함께나아가는것입니다。一緒になって、함께하나가되어서나아가는곳이교회입니다。キリストを頭として、그리스도를머리로삼고、キリストの語られる御言葉に従って教会が一つになるべき。그리스도가선포하는그말씀에의해서교회가하나되는것입니다。だから、그렇게教会を離れて私はクリスチャン生活しますということは、교회를떠나서내가그리스도믿음생활을하겠습니다하는것은、本当の意味でクリスチャンとしての役割を果たすことができていない。진정한의미로크리스찬의그역할을감당할수없습니다。クリスチャンは、크리스찬은ある特定の教会につながらなければ、어느특정한교회에연결되어야됩니다。
ました。そしてその教会の中に植えられているものとして一つの機関としての役割を果たしていかなければ。그리고그교회에연결된사람으로한기관의그역할을감당해야됩니다。キリストの体である教会を立て上げるために。그리스도의몸인교회를세우기위해서。私たちがその体の各機関として植えられた一人一人である。우리가그몸의각기관으로심어진한사람한사람입니다。だからこの中で大切でないと思われる人は誰一人としていなくて。그렇게여기서중요하지않다생각되는사람은아무도없습니다。洗礼を受けて何年経っているのかとかそういうことも関係がなくて。洗礼를받고몇년이지났다그것이상관없습니다。大人でも子供でも。어른이라도。男でも女でも。남자라도여자라도。ユダヤ人でも異邦人でも。ユダヤ人이라도이방인이라도。どんな人でも。어떤사람이든모든人が모든이가キリストの犠牲によって教会に植えられている大切な一人一人であるということ。キリストの犠牲에의해서심어진한사람한사람이라는것입니다。ヨハネ4章。ヨハネ4장16節読みましょう。16절말씀보겠습니다。에베소4章。에베소에베소서4장16절입니다。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力によりまた備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。アメン。그에게서온몸이각마디를통하여도움을받음으로연결되고결합되어각지체의분량대로역사하여그몸을자라게하며사랑안에서스스로세우느니라。はい、ここで大切なことは、여기서중요한것은組み合わされるということです。연결되고결합되어、また結び合わされるということ。결합되어。それぞれ自分勝手に成長するんじゃなくて、각자가자기마음대로성장하는것이아니라、自分勝手に動きたいように動くんじゃなくて、자기가움직이고싶은대로움직이는것이아니라、教会は、교회는、一つに組み合わされて、하나로연결되어、一つに結び合わされて、결합되어서、互いに成長していく場所。서로가함께성장해나가는것입니다。我らが一つに結び合わされて一つになって成長していくことを通して、하나로연결되고결합되어서성장함으로、キリストの麗しい香りが放たれる教会が立て上げられていくという。그리스도의향기를품는그러한아름다운교회모습으로인도되어나갑니다。ここにいる私たちは、이자리에있는우리들은、ラブジョイピースチャーチという一つのこの教会を立て上げるために結び合わされた私たちです。ラブジョイピースチャーチ라는이교회를세우기위해서연결되고결합된한기간기간입니다。ここにいる私たちは離れた個々の存在じゃないということですね。우리여기에있는우리들은이제각자멀어떨어져있는각기관이아니라는것입니다。一つのもう運命共同体ですね。하나의운명한그공동체라는것입니다。もう私たちはラブジョイピースという船に一つの船に互いに乗った存在であります。ラブジョイピースチャーチ라는그배에함께우리가타고있는그런존재입니다。みんなで一緒に모두함께목的地まで行くんですよ。목적까지달려나가는것입니다。천국까지이끌어져나아가는것입니다。これが教会です。이것이교회입니다。教会という体の中に私たちを組み合わされた。교회라는그몸에우리가연결되어결합되었습니다。私たちがキリストの御言葉によって一つになって成長することによって、그리스도의그말씀으로인해서우리가성장함으로、主の栄光が表される美しいラブジョイピースチャーチ教会が立て上げられていくように。그리스도의향기를영광을드러내는아름다운교회로성장해나아가는것입니다。だから私たちの中で、그렇게우리들가운데、互いに裁き合うということが。あってはならない。서로를판단하는그런정지하는마음이있어서는안됩니다。悪い言葉を発してはならない。악한말을발해서는안됩니다。互いに下げすんではならない。서로를무시해서는안됩니다。私たちは우리는互いに서로를許し合って용서하며認め合って인정하며尊敬して존경하며祈り合って기도하며愛のうちにキリストの体を立て上げられていかなきゃならない。사랑가운데그리스도의몸을세우고나가는것입니다。これが이것이교회입니다。夫婦も同じですよ。부부또한동일합니다。가족도한동일합니다。夫婦は一つだというんです。부부는하나라고합니다。家庭は一つだというんです。가정은하나라고합니다。互いに認め合って서로를인정하고互いに尊敬して서로를존경하며愛のうちに素晴らしいキリストの家庭を立て上げて지내며주님의몸을세우는것입니다。これが教会です。이것이교회입니다。教会とは교회란皆様です。여러분입니다。私たちです。우리들입니다。教会とは교회란私じゃないです。제가아닙니다。個人じゃない。개인이아닙니다。ここにいる誰かではなくて、여기에있는누군가가아니라、私たちみんななんです。우리모두입니다。私たちみんなが一つに結び合わされる場所。우리모두가하나로연결돼결합되는장소。キリストの御言葉によって組み合わされる場所。그리스도의말씀으로결합되는곳。
互いに認め、서로를인정하고、互いに愛し、서로를사랑하고、互いに祈り合う場所、서로를위해기도하는곳、それが教会だという。그것이바로교회라는것입니다。互いの交わりがある場所、서로의교제가있는곳、それが教会であるという。그것이교회입니다。だから私たちが、그렇게우리가、キリストに召された者として、그리스도크리스천으로그리그리스도에게선택입은자로、教会の交わりの中に入ることができないということは、それは本来主が私たちを召された目的から離れているということなんです。그교회교제에들어가지못하는것은죄송합니다교회의와조이から離れているということならば교회교제에서멀어져있다면それは本来主が私たちを召されたその目的から離れている원래우리를부르신그목적에서멀어져있다는것입니다それはもういわば自分勝手な信仰なわけですよ아그래서어쩌면 자기만의믿음입니다自分が良ければいい信仰なんですよ나만좋다면괜찮다라는것입니다聖書から来る信仰ではなくて성경말씀에서오는믿음은아닙니다自分の基準による信仰자신의기준에의한믿음입니다私たちはキリストに召された者として우리는그리스도에게선택입은자로그리스도의몸을세우기위해서교회를세우기위해서교회에심어진자지체입니다그리스도의몸을세우기위해서그리스도로인해교회에심어진자지체입니다우리교회는이제부터도그리스도의頭として그리스도를머리로삼고그리스도의御言葉によって그리스도의말씀으로하나되기를진심으로바랍니다そのために私たちは그것을위해서우리들은교회에来て교회에와서교회에語られる御言葉を熱心に学んで교회에서선포되는말씀을열심으로배우고御言葉を一生懸命열심으로읽으며そのために教会の中に聖書の学び会もあって아거기서도그것을위해서성경공부시간도있습니다そのような時間を通して私たちが御言葉によって一つになって그런시간을통해서말씀으로하나가되어私の考えあなたの考えそういうことではなくて내생각내생각그것이아닙니다御言葉によって一つになって말씀으로하나되는것입니다美しい教会を作り上げていかなければならない그리고아름다운교회를세우고나아가는것입니다そのような教会になることができます그런교회가되기를진심으로そのために私の自己を下ろさなきゃならない그것을위해서는자기자신을내려놓아야합니다自我を下ろさなきゃ내자아를내려놓아야됩니다私の自己中心的な思いを下ろさなきゃならない もはや私が生きているのではなく내가사는것이아니요キリストが私の中に生きておられるキリストが내안에사신것이다もはや私の人生ではなく더이상내삶이아니라私の益のための人生ではなく내유익을위한삶이아니라イエスキリストが益となるための人生だキリストが유익되게하는삶입니다キリストの栄光のための人生キリストの영광을위한삶이됩니다このことを私たち一人一人がもっと深く知るために이것이우리한사람한사람더깊게깨달을때教会がもっと美しくなるということです。더교회가아름다워집니다。みんなで、모두함께、成長していく。성장해나가는것입니다。みんなで、모두함께、一緒の目標に向かって前進する。목표를향해서전진하는것입니다。そしてキリストの麗しい教会を立て上げる。그리고그리스도의아름다운향기를바라는교회가되는것입니다。そのような教会になることを心から願います。교회가되기를진심으로바랍니다。第二番目です。두번째입니다。今日の聖書。오늘말씀。5章の。5장。25から27読んでみましょう。25절부터27절말씀보겠습니다。もう一度今日の聖書です。다시한번25장5절부터27절입니다。5章の27から、あ、25から27。25절부터27절입니다。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって、教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。アメン。남편들아아내사랑하기를그리스도께서교회를사랑하시고그교회를위하여자신을주신같이하라이는곧물로씻어말씀으로깨끗하게하사거룩하게하시고자기앞에영광스러운교회로세우사티나주름잡힌것이나이런것들이없이거룩하고흠이없게하려하심이라はい、この聖書箇所から大切な真理2つ見つけることができるんですけど今日말씀에서중요한진리두가지를발견할수있습니다今日は時間の関係で1つだけお話しします오늘은한가지만여러분과함께나누고싶습니다一つだけお話します。ここを見れば、여기를본다면、キリストは教会を愛されたって言いますね。キリストが教会を사랑했다라고합니다。キリストは教会を愛された。キリスト께서교회를사랑하시고、教会とはどのような場所ですか？교회는어떤곳입니까？キリストによって愛された場所です。キリスト인해서사랑받는곳입니다。キリストには教会にはキリストの愛がある場所です。교회에는그리스도의사랑이있는곳입니다。キリストの愛がある場所。그리스도의사랑이있는곳。どのぐらいキリストが教会を愛したと語るんですか。어느정도로그리스도가교회를사랑했다고하십니까。ご自分の命を捧げるまでして愛した場所が教会であるということ。자신을주심같이교회를사랑했다라고합니다。イエス様は狂ってしまうほど教会を愛したと。예수님께서미치도록교회를사랑했다는。自分の命を捨ててまでしても教会を愛したと。자신의생명까지내주시면서교회를사랑하셨다는것입니다。教会には。교회는。キリストの命がある。그리스도의생명이있습니다。
教会には교회에는キリストイエス様の完全な愛があるんです。キリストイエス님의완전한사랑이있습니다。キリストが自分の全てを捧げて愛した場所。자신의모든것을드려서사랑했던곳。それが教会なんです。그것이바로교회입니다。イエス様が예수님께서교회에게自分の持っている全部を捧げた。자신이가지고있는모든것을주셨습니다。そのような그러한偉大な場所が教会なんです。偉大な곳이바로교회입니다。だから教会には何があるのか。그렇게교회에는무엇이있는가。キリスト様イエス様の全てがあるんです。그리스도의모든것이キリストの中にある全てのものがこの教会の中にあるということだ。キリスト안에있는모든것이교회안에있다는것。キリストご自身が教会にある。キリスト자신이교회에있습니다。教会は교회는キリストそのものだということ。キリスト그자체라는것입니다。それでは그렇다면聖書を通して성경을통해서教会に与えられているキリスト。교회에허락된그리스도。このキリストが与えられているんですけど、あ、キリストが허락되었습니다。どういうお方ですか？그럼그분은어떠한분이십니까？どんな場所ですか？어떠한곳입니까？それを確認します。그래서함께구하겠습니다。もう一度先読んだ。다시한번읽었던。마태16장18절。마태복음16장18절입니다。마태16장18절。마태복음16장18절입니다。16章18節。16장18절입니다。では私もあなた方に言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。アメン。アメン。と、내가내게이르노니、너는ペテロラ。내가이반석위에내교회를세우리니、음부의권세가이기지못하리라。アメン。はい。教会はイエス様のものでありますね。예수님의교회、교회는예수님의것입니다。イエス様の全てのものが、イエス様にある全てが教会にあります。예수님의모든것이교회에있습니다。自分の持っているもの全て余すことなく教会に与えます。자신이가지고있는모든것을남김없이교회에주었다라고하십니다。キリストがおられる場所。그리스도가함께하시는곳。今読んだ聖書を見れば、오늘지금읽은말씀을본다면、そのような教会に、그러한교회에、そのような教会に、그러한교회에、ハデスの門は打ち勝つことができない。음부의권세가이기지못하리라하셨습니다。ハデスの門はその教会に打ち勝つことができない。음부의권세는이교회를이기지못합니다。ハデスの門とは何ですか？음부의권세란무엇입니까？악의力。악한능력입니다。闇の力ですよ。흑암입니다。闇の勢力。흑암의세력입니다。どんな恐ろしい力が襲ってきても、아무리두려운그러한방해가온다할지라도、キリストの愛がそれに打ち勝つことができる。그리스도의사랑이그것을이길수있습니다。キリストの力がそれを打ち破ることができる。그리스도의능력이그것을부술수있습니다。教会にはそのような特権が与えられているという。교회에는그러한특권이허락되어있다는것입니다。ハデスの門にも打ち勝つことができる力が教会に与えられている。음부의권세또한이길수있는그능력이허락됐습니다。教会なんです。교회입니다。病院ではありません。병원이아닙니다。学校ではありません。학교가아닙니다。国会ではありません。국회가아닙니다。教会にその力が与えられている。교회에그능력이허락되었습니다。今は終わりの時代。지금은마지막때입니다。悪い時代。악한세대입니다。悪いことが次から次へと起こってしまう時代。악한일들이계속해서일어납니다。平和の場所がどこにあるのか。평안한곳이어디있는가。それを探すことが難しいと思えるそんな時代。그것을찾기엔힘든곳입니다。あらゆる場所に危険が伴っている。여러곳에위험이함께。사단が世界中で暴れまくっている。사탄이여러곳에서난리가났습니다。心をゆっくりと休めることができる場所を探そうと思うのが難しいと思えるそんな時代である。정말평안을심을얻을수있는곳을찾기힘든세상입니다。しかし私たちは、하지만우리들은안심してよい。안심해도괜찮습니다。心を騒がせる必要はない。마음을근심하지않아도됩니다。教会が、교회가、教会が、교회가私たちに平安を与える。우리에게평안을줍니다。教会こそが、교회야말로私たちの人生に誠の安息を与えることができます。우리인생에진정한안식을허락해주십니다。교회에本当の平和があって、진정한평화가있습니다。教会に교회에本当の喜びがあって、진정한기쁨이있습니다。教会に교회에진정한승리가있습니다。他のどんな場所にも見つけることのできない神様から与えられる誠の平安がある場所が教会である。어디에서도찾을수없는진정한그힘과평안이교회에있습니다。闇の力に打ち勝つ力が教会に与えられている。음부의권세를이길수있는그능력이교회에허락되었습니다。에베소서1장19절から23절19절부터23절입니다。エペソ1章の19から23節です。エペソ서1장19절에서23절입니다。また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上に置いてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりではなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、
一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。アメン。그의힘의위력으로역사심을따라믿는우리에게베푸신능력의지극히크심이어떠한것이너희를알게하시기를구하노라그의능력이그리스도안에서역사하사죽은자들가운데서다시살리시고하늘에서자기의오른편에앉히사모든통치와권세와능력과주권이주권과이세상뿐아니라오늘세상에일컫는모든이름위에뛰어나게하시고또만물을그의발아래복종하게하시사하시고그를만물위에교회의머리로삼으셨느니라교회는그의몸이니만물안에서만물을충만하게하시는이의충만이십니다충만함이니라먼저19절을본다면그리스도를믿고사는우리들이그리스도를믿고사는우리들이ここにいる私たちが이자리에있는우리들이하나님의전능の力がどれだけ偉大なものか하나님의힘의위력이하심역사하심이얼마나크신지하나님이持っているこの全能の力がどれだけ優れているものである하나님이베푸신능력이얼마나크신지それを知ることができますよ그것을알게하시기를구하는것입니다それを体験できますよ그것을체험하시기를そういう祈りがなされてる그런기도가드려주고있습니다私たちクリスチャンは우리들크리스천은神の全能の力がどれだけ偉大であるかを毎日体験しなきゃならない하나님의크신그능력이얼마나큰지매일같이우리는체험해야됩니다神の全能の力というものがどれだけ偉大なものであるのかということをクリスチャンである私たちを毎日体験しなきゃダメなんです하나님의전능하신능력이얼마나큰지먼저믿는우리들이항상체험해야됩니다人々が教会に来ない理由の一つはこれなんです사람들이교회오지않는이유는이것입니다教会に来ても何も変わらない교회와도아무것도변하지않습니다この世の中にある場所と何も変わらない이세상에있는장소와아무것도특별히없습니다神様の愛とか하나님의사랑神様の力とか하나님의능력そのようなものを少しも体験することはない그런것을조금도체험할수없습니다教会に来ても誰か裁き合っていて교회와도누군가가누군가를정죄하며교회에来てもその場所に喧嘩があって교회와도그것에싸움이있습니다その場所に誰かを恨む言葉があって그것에원망하는마음이있습니다競争があって경쟁이있으며この世の場所と何も変わらない세상에사는곳과뭔가다른것이없지않나教会がそんな死んだ場所になっていることはないかということなんですね교회가그런죽은모습이되어있지않는가라는것입니다もうそうなる理由に2つあるでしょう그렇게되는이유에는두가지가있습니다1つ目はもう教会に問題がある교회에문제있습니다教会が교회가教会としての役割が何であるかを知らない역할을모르는것입니다またもう一つは또한가지는教会に参加しているその一人一人に問題があるという교회안에함께하는그사람들의문제입니다教会に聖霊が満ち溢れているのに교회에성령이충만한主の臨在が満ち溢れているのに주님의임재가충만한しかし全員がその臨在に満ち溢れて喜びに満ち溢れているかというとそうじゃない하지만모두가그기쁨에그충만함에임해서기뻐하니까그렇지않습니다ある人は何も期待していない어떤사람은아무기대도없습니다ただ来ているだけ그냥오는것뿐입니다ただ来て座って그냥와서앉아서賛美して찬양하고メッセージ聞いて말씀듣고ご飯食べてパブル먹고この礼拝の이예배에1時間半過ごしてただ한시간반지내고그냥돌아가십니다その中に主が何かをしてくださるであろうという期待が何一つないということです그가예배에대한주님께서행해주실그기대가아무것도없습니다私信じるものは우리믿는자는毎日の生活の中で매삶가운데神様の全能の力がどれだけ偉大なものかを体験することができるように祈らなきゃならない하나님의베푸신그능력이얼마나크신지매일같이체험할수있기를기도해야됩니다そのことをもっともっと力強く体験しなきゃならない그것을더욱더체험하고나아가야됩니다そのことを期待して그것을기대하며そのことを切に求めて그것을간절히구하며私たちは期待するべきだ우리가기대해야됩니다毎日期待する매일같이기대해야됩니다今この瞬間神様が何をしてくださるか期待をする하나님께서나에게무엇을해주실까기대하는것입니다それじゃあ今日の聖書を通して그렇다면오늘말씀을통해서神様は하나님께서는その全能の力を그전능하신능력베푸신능력誰に与えた그것을누구에게주었습니까キリストに与えた그리스도에게허락하셨습니다キリストに与えた그의능력그리스도キリストにその全能の力を与えて그리스도에게그전능하신그능력을そしてそのキリストを그리고그그리스도를神様は하나님께서는教会に与えた교회에주셨다라고합니다だから教会は偉大なんです그렇게교회는위대합니다教会はどんな場所ですか교회는어떠한곳입니까神の全能の力を体験する場所が教会であるということ하나님의전능하신능력을체험할수있는곳이교회라는この世の闇の力を打ち砕くことができる場所が教会だということ이세상의음부의권세를이길수있는곳이교회입니다あらゆる問題여러가지문제あらゆる病여러가지병あらゆる苦しみ여러가지힘든そこから癒しを与え거기서치유를허락합니다解放を与え해방을주며勝利を与える場所승리를주는곳それが教会であるということです그것이바로교회라는것입니다もう一度다시한번에베소서23절에베소서1장23절말씀보겠습니다에베소서1장23절입니다教会はキリストの体であり一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです아멘아멘교회는그의몸이니만물안에서만물을충만하게하시는이의충만함이니라一切のものを一切のものによって満たすことのできるお方の
満ち溢れている場所が教会だ。万物안에서만물을충만하게하시는이의충만함이다라고합니다。本当に教会し、興奮します。정말로저는이말씀에흥분합니다。興奮しないんですか、皆さんあまりね。여러분들흥분되지않습니까？興奮してください。もう。흥분하시기바랍니다。あんまりもう踊りでも後ろにひっくり返らなきゃならない。너무놀라서뒤로넘어져야됩니다。こんな素晴らしい場所に私たち植えられてるんですかってね。이렇게훌륭한곳에내가심어져있는가라는것입니다。진짜로神様の全能なる力。하나님의아버지의그전능하신능력。天地万物を作られたその力。천지만물을지으신그능력。無から有を生み出すことのできるその全能の力。無에서유를지을수있는하나님의그전능하신능력私たちの世界では不可能と考えるけどもしかし神にとっては不可能がないという우리세상에서는불가능하다고생각하지만하나님에게는불가능이없습니다その全能の力그러한전능하신능력その力が그능력이キリストに与えられて그리스도에게허락되었습니다そしてその力を持っている그리고그능력을주신キリストが교회에허락되었습니다ラブジェピース교회神様教会に하나님이교회에하나님께서お方を満ち満ちるほど与えられたということ넘치도록충만하시도록허락하셨다는것입니다그렇게교회는정말위대한곳임을여러분다시한번아시기바랍니다교회를가볍게여기지마시기바랍니다쇼핑가는그감각으로교회에来たらダメですよ쇼핑가는그감각으로교회오는것이아닙니다커뮤니티에行く感覚でもうなんか挨拶する程度で教会に来たらダメなんです그냥커뮤니티가는程度로인사하는정도로교회오는것이아닙니다교회는神のこの全能の力を体験する場所だということです하나님의전능하신능력을체험하는곳이라는것입니다마태복음11장5절마태복음11장5절입니다마태복음11장5절마태복음11장5절입니다네마태복음11장5절目の見えないものが見足の泣いたものが歩きサラートに侵されたものが清められ耳の聞こえないものが聞き死人が生き返り貧しい者たちに福音が述べ伝えられているアメン맹인이보며못걷는사람이걸으며나병환자가깨끗함을받으며못듣는자가들으며죽은자가살아나며가난한자에게복음이전파된다하라これが起こる場所、教会なんです。이일이일어나는곳、네、바로교회입니다。イエス様がどういうお方ですかということを説明するときに、어떠한분이신가설명할때、この5節の言葉がカカカカ。이오절말씀이선포되었습니다。イエス様を通して、예수님을통해서、目の見えないものが見えるようになって、눈먼자가눈을뜨게되며、イエス様によって、예수님에의해서、足の泣いたものが歩くようになって、못걷는사람이걸으며、サラートが清められて、나병환자가깨끗하며、耳が聞こえるようになって、못듣는자가들으며、死人まで聞かれて、죽은자까지貧しい人々に가난한자에게복음이전파된다こういう御業がいらん역사がイエス様を通しなされた예수님의이에서이루어진教会にイエス様がおられるならば教会にそれが起こる교회예수님께서가신다면교회에서그일이일어날것입니다これを信じなきゃダメです이것을믿는것입니다마르코の마가복음16章16장17から18절17절부터18절입니다마르코の16章마가복음16장17から18절17절에서18절입니다信じる人々には次のような印が伴いますすなわち私のイエスですねイエスの名によって悪霊を追い出し新しい言葉を語り蛇をもつかみたとえ毒を飲んでも決して害を受けずまた病人に手を置けば病人は癒されますアメン믿는자들에게는이런표적이따르니니곧그들이내이름으로귀신을쫓아내며새방언을말하며뱀을집어올리며무슨독을마실지라도해를받지아니하며병든사람에게손을얹은즉나으니라하시더라네교회안에このようなことが次から次へと起こるべきだということなんです교회안에이러한일들이계속해서일어나야된다는것입니다起こると信じなきゃダメだということです일어날것이라고믿는것입니다에起こるかなしゃなくて일어날것이아니라信じるです믿는것입니다信じるです믿는것입니다このようなことが起こることを期待して이러한일들이일어날것을기대하며そのことを切に期待する心を持って教会に集まってくるべきだ그것이기대하는마음으로간절히기대하는마음으로교회教会こそ御国を体験する場所にならなければなりません교회야말로천국을체험하는곳이되어야됩니다もうディズニーランドのことを夢の国と言うんでしょう디즈니랜드를꿈의세계라고말합니다夢の国と言うんでしょう꿈의세계라고말합니다しかし教会は하지만교회는夢が実現になる場所です꿈이실현되는곳입니다希望が希望で終わるんではなくて희망이희망으로끝나는것이아니라それが
実現する場所시련되는곳입니다信仰が現実になる場所が教会なんです믿음이현실로이루어지는곳이교회입니다だから問題があるなら그렇게문제가있다면私たちは他にやらなきゃならないこと全部置いて教会に来なきゃならないんです다른해야될일을다내려놓고교회에오는것입니다苦しみの中にあるならば괴로움속에있다면시련の中で苦しんでいるならば시련가운데괴로워하고その人々は教会に走ってこなきゃならない교회로뛰어와야됩니다またそういう人が또한그런사람이私たちの周りにいるならば우리주위에있다면そのような人々を何も言わなくてもいいただ教会に行こうって連れてこなきゃダメなんです무조건교회가자라고데리고와야됩니다もう難しいこと言う必要ないです어려운말을할필요없ただ教会に行こうって一緒に連れてこない그냥교회가자라는것입니다そうすれば그래한다면교회에서주님을예수님을주님을예수님을체험하게되는것입니다모든세상의暗闇打ち砕かれる力が教会にあります모든세상의불술음부의권세를불수는능력이교회에있습니다ある昔の牧師先生がうちの教会に来て아네목사님께서우리교회에오셔서このように語ってくださった本当に私嬉しかったんですよ하셨는데너무나기뻤습니다この教会にはいい교회에는ただ人連れてこればいいですよ사람만데리고오면됩니다라고말씀하셨습니다이교회에는주님의인재가ありますね주님의임재가있습니다주님의임재가넘쳐だから難しい言葉何もいらない그렇게어려운말은필요없고ただ人連れてこればいい사람만데리고오면この教会に来ればイエス様と예수님과만날수있습니다そのようにある牧師先生が言ってくださったんです어느목사일본목사님께서이렇게말씀하셨습니다本当に感謝です정말로감사합니다教会がそういう場所にならなければ교회가그러한곳이되어야됩니다すべての暗闇の力が打ち砕かれる場所が교회모든음부의권세가부서지는곳ハデスの門も打ち勝つことのできない力のある場所が教会음부권세또한이길수있는그능력이있는곳입니다이곳이지금이곳이바로그것임을이시간선포합니다그것을기대하며우리가매번매번기대하는마음으로함께모여서여러분들의신고의도리になりますように믿음대로성경에서대로될자다라고성경에서말합니다あなた方の持っている信仰の通りに너의믿음대로私たちの人生になされる우리의인생우리가가지고있는믿음대로우리의인생또한이루어집니다우리가더큰믿음을가져야됩니다더큰비전을지니어야됩니다왜냐하면그분은전능하시기때문입니다우리가믿고있는대상이전능하시기때문입니다이곳은決して小さな場所ではない결코작은곳이아닙니다来てもよくて来なくてもよいそんな場所ではない와도되고안와도되는그런곳이아닙니다2番目3番目となるべき場所ではない두번째세번째가되는곳이아닙니다どんなことがあっても어떤일이있더라도教会が私の人生の一番になるだけだ교회가우리의인생의첫째가되어야됩니다なぜならキリストが教会に与えられている그리스도가교회에허락되었기때문에キリストが自分の全てを捨てるほど愛した場所が教会であるから그리스도가모든것을버릴정도로사랑했던곳이바로교회입니다そんな場所に私たちが그런곳에우리가심어져있다는것은얼마나아름다운일입니까얼마나감사한일입니까오늘하나님께서나를부르셔서이곳을인도되었다だから私たちは그렇게우리는もっと教会の集まりに熱心であるべきです교회의모임에더열심을품어야됩니다それは그것イエス様に対して熱心であると同じです예수님에대해서열심이가동일합니다また私たちは또한우리들은教会の集まりをもっと愛さなきゃダメです더사랑해야됩니다それはイエス様を愛していると同じです예수님을사랑하는것과동일합니다命をかけて생명을다해서礼拝してください예배하시기바랍니다それはイエス様が私たちを命をかけて愛してくださったからです예수님께서생명을버리시기까지우리를사랑하시는命をかけて教会に来るべきです생명을 걸고교회와야됩니다なぜならイエス様が命をかけて私たちを愛してくださったからです왜냐하면예수님께서우리들에게생명을내어주시기까지사랑하시기때문에また私たちは또한우리들은教会の人々を愛し認め尊敬するべきです교회와형제자매들을사랑하고존경해야됩니다それはすなわち그것은바로イエス様を愛して예수님을사랑하고イエス様を認めて예수님을인정하고イエス様を尊敬することと同じです예수님을존경하는것과동일합니다教会と교회와イエス様は一つです예수님은하나입니다最後に마지막으로皆様にチャレンジ与えます여러분들에게도전해드립니다教会を교회를自分のことのように자신의몸처럼사랑하라아멘아멘教会を교회를自分のことのように자신의몸자신의것처럼사랑하라教会は教会でいいじゃなくて교회는교회로저괜찮다라는것이아닙니다교회를자신의몸처럼사랑하는것입니다그리스도니使えるように교회に熱心に使えてください그리스도를섬기듯교회열심으로섬기시기바랍니다교회の中で奉仕できることはそれ特権であります교회안에서봉사할수있는것은그것은특권입니다やらされてるんじゃなくて그냥하게하는강요가아니라어쩔수없이하는것이아니라교회の奉仕は特権교회봉사는특권입니다그리스도가그리스도가교회에自分を捧げたように자교회에게교회에자신의모든것을내어주었듯
捧げたように들었듯私たちも우리들또한교회에自分自身の全てを자기신의모든것을드리는것입니다교회は교회는私たちがそれをするだけの価値がある場所です우리가그렇게해야될만한그가치가있는곳입니다これが教会です이것이교회입니다キリストにとって그리스도에게있어서교회は全てです교회는모든것입니다同じように동일하게교회が교회가私たちの全てとなるべきです우리의모든것이되어야됩니다キリストが愛した教会に加えられるキリストが사랑한이교회에함께하게된そのことを感謝しましょう것에감사드립니다そして教会と그리고교회와私を一つにしましょう나를하나로합시다主が주님께서この教会に이교회에偉大な計画を持っておられることを信じます가지고계심을믿습니다お祈りします기도하겠습니다